皆さんこんにちは。こんにちは。今日は鮭フレークおにぎりをご紹介します。塩だけで鮭フレークを作り、新米の時期に嬉しいおにぎりを作ります。はい、焼いて食べきれなかった鮭でも作れるフレーク、とっても便利ですよね。はい、ぜひご覧ください。テキストは46ページです。鮭フレークおにぎりをご紹介します。では作り方お願いします。はい、まずね、秋鮭、こちらを今日は焼いたものを使っていきます。鮭はですね、まずはですね、身を、ね、ほぐしていくんですけれども、皮をですね、このように取ってですね、まあ、これを粗めにほぐしていきます。はい、でほぐす時にですね、まあ、骨とかがね、こうやってあるのでですね、骨をちょっとね、覗きながらほぐしていきます。でこの時にあまり、ね、細かすぎず、しかもあまり気を使わずですね、もうざっくりこうやってほぐしていくっていう、そういう感じのイメージでほぐしていってください。はい、で骨があったらですね、こう取り除いていきますね。そして次にですね、こちらなんですけれども、皮なんですけれども、皮はですね、やっぱ鱗とかがちょっと残ってたりする部分があるので、まあ、これはですね、細かく、もうこれ、ね、刃元を使ってですね、こんな感じで刻んでいってください。そうすることに食べやすくなりますから、こんな感じで細かく刻んでいってください。はい。はい、ではここに調味料を入れていきましょう。はい。でこちらね、ほぐした鮭の中にですね、今日は調味料、醤油とですね、小さじ1です。そしてここにお酒、大さじ1です。そしてみりんを加えます。こちらも大さじ1です。はい、これを加えることによってね、より美味しくなるんですね。はい、これを火にかけていきます。はい、はい、まずはですね、こちら、中火の火加減で火にかけていきます。これ中火っていうのがすごく大切なんですけれども、あまり強火だとですね、すぐ蒸発してしまうので、中火にかけてですね、こちら調味料をちょっとなじませるようにですね、こうやって混ぜていきます。はい、はい、でこれね、ほぐすときにちょっとね、さっくりとほぐすっていうのが大切で、こうほぐしていくとですね、こうやって残った骨もこう取り除くことができるのと、あとはほぐしていくうちにフレーク状になるんですね。でここで鮭をですね、こう調味料と一緒に混ぜることによって、日持ち、保存性があるのでね、エコ要素がありますよね。これが今日のプラスエコですね。はい、でここで火にかけていって水分を飛ばしていきます。はい、汁気が飛んだものが隣にあります。はい、こんな感じでですね、こう混ぜながらいくと、少しこうやってパラパラってなりますね。こうなってくると、また骨とかあったりですね、覗いていってください。はい、はい、で水分をここでね、飛ばすことがすごく大事で、そうすることによってまた日持ちもします。はい、はい、それを今日はですね、はい、こうバットのなどにですね、こう広げてですね、一度冷ましていくんですね。はい、はい、冷ましている間に青じそを切っていきましょう。はい、今日はですね、青じそなんですけれども、軸の部分があったらちょっと除いていきます。はい、そしてこちらをですね、粗めにですね、みじん切りにしていきます。はい、青じそが入ることによって、やっぱ香りがね、いいフレークができますね。はい、粗めにみじん切りにしていきます。はい、続いて細ネギ3本分です。はい、細ネギの方なんですけれども、こちらはですね、小口切りに切っていきます。こちらもね、はい、香りがいいですよね。はい、そしたらですね、こちら今日のポイントなんですけれども、このフレークに冷めた後にネギ、はい、とあとは青じそ、ここにですね、ちょうど実りの時期なんで、ごま、香りのあるごまを入れていく。必ずね、これ冷めた中に入れることによって、やっぱりネギとかですね、青じその風味も良くなるのと、あと色味も良くなります。これね、中途半端に熱が入った時入れると、逆にね、日持ちしなくなるんです。はい、はい、なので冷めた中に入れることによって、フレークがよりね、引き立ちます。はい、はい、それで鮭フレーク出来上がりです。はい、おにぎりを作っていきましょう。はい、この鮭フレーク、今日はね、半分の量使っていきます。半分量を使ってですね、ここに温かいご飯に合わせていきます。ちょうどね、今の時期は新米がね、美味しい季節になります。はい、こんな感じでさっくりと混ぜる時も、なるべく粘りを出さないように、下からこうすくい上げるような感じで、全体混ぜていきます。はい、でこちらもね、混ぜていきます。はい、はい、これ、ね、塩鮭ではね、のおにぎりとはまた違った、この調味料が入ることによりうまみのあるね、鮭おにぎりができるんですね。はい、はい、それを今日はですね、主役なのでね、だいたい今日は1つ 100g ぐらいの
大きさにしてます。をこう手袋をするとですね、エンボス系はこうやってくっつかないんですね、握りやすいです、はい、こう三角形にしていきます。こう優しく押さえつけんじゃなくて優しく形を作るような感じですね。はい、今日はね、海苔なんですけれども、これ海苔の長さなんですけど、だいたいおにぎりと同じ大きさにしていきます、はい、それに置いて結んでいくんですね。で包んでいくとこちらで、はい、出来上がりです。それでは材料のおさらいです。2人分の材料です。鮭フレークの作りやすい分量は、焼いた塩鮭2切れ、青じそ5枚、細ネギ3本、醤油小さじ1、酒、みりん、煎り白ごま大さじ1ずつ、その鮭フレーク半量と温かいご飯 400g、 お好みで焼き海苔を使っておにぎりを作ってください。鮭フレークは冷蔵庫で1週間保存が可能なんですよね。はい、豆腐やサラダに振りかけて食べてみるのも美味しいですよ。はい、鮭を粗めにほぐしてあるので食感も楽しめます。今日は鮭フレークおにぎりをご紹介しました。ぜひお試しください。